こんにちは、ゆうです。バズナーのバズナーです。はい、8月1日、8月明けましておめでとうございます。はい、あと今日誕生日の方おめでとうございます。今日はね、無課金サバカ芝居丸やっていきたいと思います。やっていくのはですね、もうタイトルとサムネ見てもらったら分かるように、まあほんまに分かるタイトルとサムネつけてるんかっていう話なんですけどね。はい、今日やっていくのですね、はい、8月クエストダンジョンのレベル12でございます。はい、まあ1からね、1位からと10だけちょっとサクッと終わらせて、僕ね、スーパーゴッドベース弾きたかったんですよ。スーパーゴッドベース弾きたくて、ちょっとスマホ触れるタイミングになったのが終了17分前だ、13分くらい前だったんですよね。はい、まあそれをサクサクとクリアして、それ以外のサクサクとクリアして、ガチャ引いてきたんで、その結果をちょっとね、はい、皆さんと動画の最後に見ていこうと思ってるので、そちらもよろしくお願いします。それではね、12超重力のコンスキルターンプラス1、これがちょっとね、一応一番ね、めんどくさいんで、でもちょっとサクサクと勝てるような編成を思いついたので、はい、ご紹介したいと思います。はい、こちらですね。まんま芝ドラなんですけどね、簡単に言うと。はい、はっきり言って。はい、それでリーダーをご紹介します。ちょっと髪やけど大丈夫かな。はい、リーダーの髪結び、お正月髪結びに小学生スキルプラスドラゴンキラー、まあ、スキルチェーンでいいと思うんですけどね、まあなんかついてたんで、はい、そのようにしてます。で、リーダーチェーン体制、これ何だったっけ、マーム武器つけてます。はい、で、こちらが芝ドラですね。芝ドラに小学生超つなぎし上演解放スキルチェーン2つ、シーウルフ武器つけてます。で、あと2体が一緒で、潜在と小学生一緒で、マームじゃないマドゥー武器、はい、マドゥー武器。で、こちらが、シルビア・シャウトさんですね。スパイファミリーコラボの。はい。ランク上げに使えそうかと思いきや、こちらも大活躍というね。はい。中学生ドラゴンキラーに毒目覚め耐性。ダブルゼータなんてパワーなんでしょう。ダブルゼータガンダムの武器ですね。これ正直ね、はっきり言ってダブルゼータ武器いらないんですけど、まあ、上がね、ちょっと、もし万が一溜まった時用に、あと、気持ち7コンボ強化で、シルビアさんにも火力ソースになってもらおうという感じでつけておるだけです。で、こちらが、ジョナサン・ジョースターですね。小学生7コンボ強化、上限解放、スキルチェーン2つ、シールフ武器ですね。で、バチャ、HP プラスです。はい、それでは、サクッとね、クリアしてね、皆さんと僕のスーパーゴートフェスがどうやったか振り返っていきたいんで、最高。はいはい。はい、ここをね、はいはい、ここをね、威嚇が取るんですよね。で、しかも右が属性吸収無効なんですよね。吸収無効じゃ吸収してくるんで、はい、こんにちは、あるいはこんばんはされるんで、はい、んで、もうこのままいっちゃうか、もう波紋を込めて、はい、特にね、はい、大丈夫ですね。はい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 、 OK。 毒目覚め耐性って言ったよね。あ、毒目覚め耐性、はい、ここ、毒目覚め耐性してくるんですよ。毒目覚め耐性してくるのはこっちや。はい。毒目覚めされるんで。はいはい。で、こう、芝ドラ使ってあげて、はい。そしたら、マーム武器溜まるんで、マーム武器使ってあげて、はい。で、ここでね、はい。この後ね、無効貫通が続くんで、はい。まあ、回復落ちてきてくれたら、まあ、ラッキーぐらい。ラッキー。別に落ちてこんでもね、大丈夫なんですよね。はい。こう無効貫通来るんですよね。はい。見てください。見てます。星が綺麗ですよ。ああ、います。お昼なんですよ。はい。これで芝ドラ使ってあげて、はい。はい、それでは、はい、口を消していって、えらい、枝豆の暴力多いな。いや、回復振ってきてくれたら、まあ、ラッキーなんですけど、ね、ラッキーじゃなくて、振ってこんでも勝てるんですけどね。はい。全然ね。で、はいはい。ここをね、火に変えてくれるんで、ちょっとダメージ痛いんですけど、はいはい。これ全然火に変えてくれるんで、はいはいはい。で、もうね、毒目覚めだけは大丈夫ということで、はい。はいはい。で、火属性炎波も継続して効いてるんで、もう全然カンストよ。はい。で、ここを、はいはい。はいはいはい。で、ここで、芝田使ってあげると。はい。で、ヘイストかけてあげる。はい。
はいはい、これでもう円白かってるんで、もう楽々ですね。で、敵が水属性やと言うてもね。はい、はい、OK。で、このタイミングで、シビアシャウトさんが溜まってくれるんで、吸収してくるんですけど、はいはい。これで。で、シルビアシャウトさん使ってあげて、で、紙結もあのタイミング使うと戻ってくるんで、はい、回復してあげて、で、シバドラと、まあ、正確なのはジョナサン・ジョーさん使っとこうかな。はい、これでね、はい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 。まあ、円波も効いてる。で、あやいて闇属性。なら、もうね。はい、OK。イェーイ。ね。なん、攻略動画っぽかったな、ほんま。はい、それでは、石受け取っていきましょうか。はい、魔法石、クリア魔法石12個、ゴトさんです。はい。で、あと、クリア報酬、ギルガメッシュ、オア、アウシャガシャも引いておきましょうか。ちょっと待って、ごめん。今ね、ゴミ収集車が来て、めっちゃバックしてくださいって言ってはった。よしよしよし、OK。はい、どっちだろう。どっちですかね。ギルガメッシュ。ギルガメッシュめっちゃ使いましたよね、はい、昔。はい。それではね、ここからはね、僕のスーパーゴトですが、どうやったか、はい、ちょっとね、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。まあ、僕は結果してるんですけど、まあ、全然覚えてないんですよね。はい、それではね、場面変わります。はい、これが録画画面ですね。はい、今日の、11時53分にガチャ引きました。はい。で、ね、僕ね、昨日ね、パズドラウェハース買ったんですよ。もう、ここで新戦力が欲しいということで、あ、ここに置いてあった。はい。出たのが、ウルトナですね。ウェハースでもウルトナ書いてる。はい。それではね、もう見ていきましょうか。はい。はい。ごめんなさいね。購入歴。はい。無料配布分、42個。42個貯めました。はい。ね。はい。スーパーゴトです。ちょっと、ね、連続で回したかったんですけど、はい。たまには。はい。ちょっと一回ずつということで。はい。割れた。ああ。ああ。まあ、また、もう、これでさ、確定演出はね、ちょっとね、ちょ、もう、サクッと、もう、あ、多分、虚無で言ってますね、もう、はい、僕、もう、プライベートなんで、はい。で、ここで、はい、また来た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 、来い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 、ファスかよ。で、これ、一瞬フリーズしてるから、多分ね、僕、この時、あ、で、あ、サクッてない、案外。もう時間なかったんやろね、はい、多分。いやー、スサの、一応全部お気に入りしていくスタイルです。はい。はい、はい、はい。さあ、こっから、このウルトナ以外の、新キャラは、即戦力は出るのです。なとこでね、確定演出入れんでもね。っていう感じでした。あと、はい。どうだったでしょうか。この動画が、ここら辺、今回で、全然喋れて、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後までお付き合いください。ありがとうございます。お疲れ様でした。もしこの動画が良かったよって思う方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録、高評価していただけると、今後のモチベーションの向上にね、はい、モチベーション向上委員会に、結びつくので していただくと嬉しいです。はい、それでは私今回のお相手は私ゆうでございました。バイバイ。